はいどうもおぱしです。それでは今週もやっていきましょう。晒していたも増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。では早速こちらから、晒していたも増刊号パート33に来たコメント返していきたいと思います。小学生の女性の方は、自転車の座るところでおなっている人もいるそうですね、というね。はい、皆さん聞いたことないですか？サドルでなんかこすりつけてちょっとちょめちょめしてるみたいな話ね。実際なんかね、女性はなんかテーブルの角だったり椅子の角、サドルみたいなところになんかね物を当てることで、あれこれもしかして結構気持ちエンドちゃうんみたいな感じで、あの性に目覚めるという方が非常に多いそうです。で今回はですね、男性諸君皆さん大変気になるかと思いますが、女性に聞いたら学校にも会社にも行けなくなっちゃう、そんなね女性のマスターベーション事情ね、ガールズベーション事情をちょっと今回は調査しましたので発表していきたいと思います。ではこちらご覧ください。アンアンのナンバー1670、みんなのセックス私のセックスというアンケートで、読者ね1070人に行われたアンケートの調査結果ご覧ください。こちら、ガールズベーションはしますかというね、すると答えた方が 73%、 しない 13%、 したいと思わない 7%、 したことないけどしてみたいが 7% というね。はい、結構ね皆さん意外と素直に答えられたのかなというふうに思います。わざわざねアンアンのアンケートに答えるような方なんで、多分本当にね冗談抜きにガチ勢の女性の方たちなんじゃないかなと思います。でするって言ってる方がね7割を超えていらっしゃるというね、結構これ男性諸君としては意外じゃないでしょう。自分もちょっとね、正直4割5割ぐらいなのかなと思ったら7割の人がしているそうです。でしない人はもうね完全にもしない、もうしたくもないみたいな人が大体2割ということで、例えばですけどね、あの学校によくいるような女の子の5人組とかね、5人いるうち4人はおめこしとるんやろっつってね、絶対そんなこと言っちゃダメですよ、学校行けなくなりますからね。まあ5人中4人ぐらいはおそらく1人でガールズベーションしていらっしゃるというね、ちょっとね妄想がはかどりますよね。間違っても皆さん絶対周りの女性にそんなこと聞いちゃダメですよ。これはあくまでね、あのおぱしの動画を見てニヤニヤ楽しむだけでとど、めておきましょう。でこのアンケートねいっぱいあって面白いんですよ。アンアンのアンケートね、正直ね俺の動画にはもってこいだなと思う内容がすごい多くて面白いんで、今後もちょっとねあの参考にさせていただこうかなと思います。ではこちらご覧ください。ガールズベーションで道具を使ったことはありますかというねアンケートで、使ったことはないが 48%、 使ったことはあるが普段は使わない 22% で、たまにある 19%、 いつも使うが 10% というね、大体 30% の人が割と高頻度であのベーションに道具を使っていらっしゃると。で使ったことがない人が5割というね、これはあくまで予想ですけれども、多分男性も割と似たようなデータになるんじゃないかなとおぱしは想像しております。多分ね、だって皆さんテンガとかさ知ってるけど、なんだかんだ言って使ったことなくないですか？自分もねテンガは使ったことないです。なんでね、多分意外と使ったことない人多いんで、多分ね女性と男性そこの何道具を使うかどうかっていうのは多分似たり寄ったりなんじゃないかなというふうに思いました。はい、次こちら。ガールズベーションで使う道具は何ですか？複数回答は OK ですよね。で1位バイブ49人、2位ローター41人、3位電気マッサージ機17人、4位ローション15人、5位が電動歯ブラシ6人、7位がシャワーで5人というね。でですね、これを見てまあ俺が思ったのはですね、電動歯ブラシが6人いらっしゃるんですけれども、痛くないんですかね。電動歯ブラシを要するにそのまんまクリキントンをブラッシングするってことですよね。おそらく激痛だと思うんですけれども、そんなことする方が意外といらっしゃるというちょっと意外でしたね。どんな風にやるんですかね。ちょっとぜひとも目の前でやっていただきたいと思いました。でそれ以外にもね、なんかローション15人って書いてあるんですけれど、女性がローション使って何するんですかね。滑り良くして何するんですかね。自分でローションで自前で出んだろみたいな感じですけどね、男性からするとね。はい、どういった使い方をするのかちょっと気になりました。でなんとなく思ったんですけど、1位のこのバイブ49人ってありますけど、バイブって皆さんあれ店舗で実際に見たことありますか？結構ね、あのもうモザイクとかなんもないんですよ。もうもろになんかおてんてんスティックみたいな感じで普通に置いてあるんですよ。でそれ一応外になんかパッケージされてるんですけども、そのパッケージの外側からおてんてんスティック丸見えなんですね。だからあれをね女性が店頭でレジに持ってって買う姿ってなかなか多分見れないと思うんですよ。想像できなくて、あんま。だからみんなどこで買ってんのかなっていう女性の方がね、いやアマゾンで買ってんのかもしんないですけれども、よくさあのアマゾンで買ったら家族が間違って開けちゃったみたいな話あるじゃないですか。
でね、例えばですけれども、うちのゆきちゃんがアマゾンでなんか買い物したみたいって、なんだろうっつって、お母さんが例えば開けてみてさ、おティンティンスティック現れたら、もう、え、なにこれ、おティンティンスティックじゃんみたいな、私が使っちゃおうかしらみたいになるかもしんないじゃん。でお父さんが間違って開けちゃったら、したら、うわなんじゃおりゃっつって、俺が使っちゃおうかなっつってね、お父さんが間違ってそれ肛門で使うかもしれないじゃないですか。でね、もうそんなね怖いねものをね、女性が一体どうやって買ってるのかっていう、女性のね購入の仕方っていうのが個人的に気になりましたね。で、あのね、おっぱし以前、あの秋葉原にある大人のデパートっていう、なんか7階建てだったかな、6階建てだったかな、そんなねすごいなんか高い建物で、全部アダルトコーナーなんですよ。1階から6階7階ぐらいまで、なんかね確かね1階はコンドームとかバイアグラとかでみたいな、でなんか3階は AV コーナーで、4階は玩具コーナー、5階はコスプレコーナーみたいな感じでね、すごいなんかコーナーごとにフロアが分かれてるみたいな。で思ったんですけれども、意外と女性客が多いんですよ。でカップルで来られてる方も非常に多かったですね。ただね、中には女性の一人のお客さんとかいて、メンタル強えなこいつみたいな、一発やっちゃおうかなって思いましたね。お次こちら、ガールズベーションしたくなるのはどういう時ですか、複数回答 OK ですというね。で1位、DVD や雑誌などでエッチなシーンを見た時286票、で2位、セックスをしばらくしていない時278票、で3位、生理前255票、4位、寂しい時238票、で5位が暇な時225票、で6位がお風呂に入った時99票というね。でこれね、男性目線で見た時に、なんかその生理前とかってしたくなるんだっていうのはちょっと意外でしたね、個人的にはね。何なんですかね、この後できなくなるし、しとこうかなみたいな感じなんですかね。なんかおなきん前だしやっとくかみたいな感じなんですかね。であとね、びっくりしたんですけど、そのお風呂に入った時っていうのが100人近くいるじゃないですかね。男性諸君、皆さんお風呂に入った時したくなりますか？別にならなくないですかね。まあおぱしはあくまでしたくならないんで、皆さんもしかしたらなんのかもしれないですけど、へえ、お風呂に入った時したいって思うんだってちょっと意外でした。でやっぱ定番ですけどね、1位のなんか DVD とか雑誌でエッチなシーンを見た時にしたくなっちゃうみたいなね。でこれを見て思ったんですけれども、やっぱね、女の子と遊んだ時に映画見ようってなったら、若干エロいシーンがある映画を選んだ方がいいんじゃないかなってこれを見て思いましたね。だって要するに、それを見たら、あーいいな、私もしたいなって思ってるわけじゃん、女性って。俺らからしたらさ、女性と映画見てる時にさ、もうなんか何、もう騎乗位とかでさ、ワンワンなんかさ、ロデオボーイみたいなことし始めたら、やべえこの空気どうすんだよみたいな、スーパーお茶の間フリーズみたいな状態になると思うんですけど、案外女性ってそういう時、あーいいな、私も上乗りたいみたいな風に思ってるんですかね。どうなんでしょうかね。まあ隣に男性がいるってなると、また別の条件で別の反応しちゃうと思うんですけれども、まあね、一人だったら正直したくなるってことは、多分二人でいても内心したいけれども、それを悟られたら男の人に惹かれちゃう、だからちょっと私は乙女ぶって、ちょっとここは恥ずかしい、こんな画像見れないみたいなふりしなきゃみたいな、多分クソうざい、あのクソ甘心を多分発揮してると思うんで、ちょっとね、はい、今後女性となんか見るときは、エッチなシーンがある映画をあえてちょっとチョイスしたいなというふうに思いました。皆さん参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、次こちら、オナホって作れますよね、確か冷えピタでっていうね。はい、なんかね、手作りオナホって時々聞くじゃないですか。でこんにゃくとかのも皆さん聞いたことあると思うんですよ。で個人的にね、あの全く関係ないですけれども、あのこんにゃくこんにゃくの画像で、あのどこでも静かちゃんっていうすごい有名な画像があるんですけれども、あれ僕大好きですね。あれすごい面白いなって思いました。で手作りオナホについてね、ちょっと調べてみたんですよ。こちら、検索してみたところね、手作りオナホ大量にあるみたいで大量にヒットしましたね。で例えばなんですけれども、こちらのね、電動オナホールを作ろうとか、片栗粉 X を作ろうとかね、片栗粉 X って皆さん聞いたことないですか？自分はね、あの名前だけは聞いたことあるんですけれども、どんなもんなのかっていうのは全く知りません。でなんかね、ローションも片栗粉で作れますとか言って、片栗粉ローションの作り方とか言って、なんかテクオナジーとか言われてて、なんかテクノロジーとオナニーのなんか集合させた造語ですみたいな、なんでテクオナジーってくだらねえなって思いましたね。なんかね、みんなね、やっぱね、みんなオナニー大好きなんですね。なんかね、もうなんか今回ね、晒していても増刊後、動画のほとんど9割ぐらいはなんかオナニーの話しかしてないですけど、なんかみんなね、どんだけオナニー好きなんやねんって思いましたね。まあ実際ね、女性だけでもね、8割の方がね、オナニーしていらっしゃるということは、人類みんなオナニストということで、もうほぼほぼ問題ないんじゃないですかね。だって死者誤入したら10割がオナニストですよ、8割ってことはね。ではお次こちら、恋愛についての質問です。オパシさんは自分の好きな人と自分と仲のいい友達が付き合う、こんな板挟みの恋愛したことありますか？僕は今その板挟みの真っ最中です。どうすればいいかアドバイスお願いしますというね。
自分の親友が自分の好きなこと付き合うっていうのは一回経験しましたね。正直ぶん殴ってやろうかと思いました。で、挙句の果てには自分の親友だったやつが横取りするような真似してすまないみたいな、お前からいろいろ相談も受けてたのにみたいな、で俺殴ってもらっても構わないからみたいなこと言われて、いやここで殴ったら俺どんだけダサいねんつって、もう知らねえよつって、まあ頑張ってつって、もうねもうとりあえずねほっときました自分は。で、どういう風に自分の中で消化させたかっていうと、もう後からね親友の元カノと付き合うとか略奪するっていうのも気まずいじゃないですか。なんで今回は早い者勝ちのレースに負けちゃったなっていう風にね反省して、次回からは自分から行くぞっていう風に、決めました。今週は以上です。バイバイ。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。